第276回の感想をお伝えします。ハローエブリワン、トイックコーチをしていますメディアビーコンの内山です。今日はトイックR 公開テスト第276回2021年9月12日午前の部の感想をお伝えしていきます。今日先ほどトイック受けてきて今動画を撮っているんですが、皆さん今日受験されたという方はお疲れ様でした。今日はですね、前回のトイックと比べてたりとか最近の傾向などもねお話ししながら今日のトイックの感想をお伝えしていきたいと思います。で、今日私が受けたトイックのフォームはですね、パート1の1枚目の写真がスーパーとかのこう飲み物のボトルがたくさん並んでいるような冷蔵庫の中のドアを開けて、そのボトル、ペットボトルに対して手を伸ばしている女性がいるというような写真のフォームでした。トイックには同じ午前の部でも複数のフォームがありますので、私が今回開けたフォームっていうのはそのね、女性が手を伸ばしているっていうフォームになっています。で、そちらのフォームの今日の感想を今からお伝えしていきます。はい、まず全体の感想なんですけど、まずですね、前回の動画でもお伝えしているかもしれないんですが、本当にトピックにですね、多様性が出てきています。今回はですね、ビーキーパー、養蜂家の職業、養蜂家という職業が出てきたりとか、あとはね、ビデオカンファレンスとかオンラインかリアルライフかみたいなようなトピックが出てきて、よりね、最近のトレンドみたいのを活かしてきたりとか、あと職業のね、幅も増えてきているなっていう印象があります。まあ、こちらのね、ビーキーパーとか聞いたことがないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、ハニーとかね、ビーとかが聞こえて、あ、もしかしたら養蜂家さんのことかなとかって形で予測をしながら解いていくっていうのも非常に大切になってきています。さらにですね、今回は全体的にリスニングが難しめで、リーディングがちょっと優しめのフォームになっています。まあ、ちょっとね、リスニング結構こう音の聞こえ方、一人だけナレーターさんの音声の環境が違ったりとかして、より聞きにくかったりとかしていたかなと思います。で、対してリーディングの方はですね、結構型が決まっているような英文が多かったので、今までね、しっかりトイック対策をしていればですね、E メールの初めの方に目的が書いてあるとかっていうのがしっかり身についていれば解きやすい問題が比較的多めでした。それではですね、各パートの感想をお伝えしていきます。はい、まずパート1ですね。パート1はやや難しかったです。さらにちょっと聞き取りづらい選択肢っていうのも複数回登場していました。ただ一つだけね、聞き取りづらい選択肢でちょっと確かじゃない、何言ってるかわからないものがあったとしても、しっかりですね、消去法をうまく使えばですね、 A はちょっとわかんないなと思ったとしても、 B も違う、 C も違う、 D も違うとなれば A を選ぶという形で、うまくですね、消去法を使えば答えられなくはない問題だったので、パート1で聞き取りづらいなと思ったとしてもですね、諦めずに最後まで消去法を使えるんだっていうね、気持ちが大事になってきます。さらに新しい単語とか最近聞かなかった単語っていうのが登場しています。例えば trim ですね、刈り揃えるとか、あと polish 磨くですね。さらに search する何々で、何々の中を、まあ、くまなく探すというような単語が出てきているので、今日ね、パート1こう写真とか少しでも覚えていたら、あのパート1の写真に写ってるものの英単語なんて言うんだっけって形で振り返るのすごく大事ですね。はい、続いてパート2です。パート2はレベルは普通でした。まあね、最近パート2比較的こう難しくなってきているので、その中で考えると普通のレベルかなっていうのがあります。1問目がね、結構難しかったんですけど、ハウスーンから始まる質問文だったんですね。私はそれをなぜかわからないんですけど、ハドソン、人の名前に聞こえてハドソンが何と思ったんですが、まあよくよくちゃんと最後まで聞けばハドソンじゃなくてハウスーンかなと思って解けたような問題があって、結構ね、一人だけ本当に聞き取りづらい女性の方がいましたね。さらに今回ですね、Who の質問の種類が結構多かったんですけど、Who の質問って、こう、Who で聞かれて、Rachel とか、My Boss とかって形で、人の固有名詞とか、まあ役職とかが答えになるかなっていうイメージが結構多いのかなと思うんですが、例えば、Who can から始まるような問題、ね、何々できる人いませんかみたいな形で、誰っていうよりは、誰かできないみたいなことをね、聞いている疑問文があって、それに対して、I can do that とか、I am available right now、 今できるよとか、今手が空いてるよみたいな形で、まあ、Who と聞かれて、人ではなくて、まあ、私ができるよみたいな返答のパターンが結構今回2問ぐらい出題されていたんですね。なので、Who だからといって、人の名前とか約束だけではなくてね、
こういうちょっと自然な流れっていうのもあるので押さえておけるといいですね。さらにですね、パート2はやっぱりどこの会話かっていうのをしっかり把握していないと答えが選べない問題っていうのが最近よく出題されるんですね。例えばいきなり割引の値段を聞く質問に対して、いやもうセールは終了していますよっていうような会話のペアが今回ありました。これはもうお店の中でお客さんが割引のね値段というか割引のパーセントを聞いて、いやその割引は終わってますみたいな形で、いきなりですねこの会話を聞いてお店のなんかスーパーとかをイメージしないと解けなかった問題があったりとか、あとは今オーダーできますかみたいなレストランでの会話もありました。こういうふうにですね、どこで誰と誰が話しているのかっていうのをしっかり把握できた方が答えを選びやすいパート2っていうのが増えてきているので、普段のトレーニングから、あ、この会話のペアはウェイターさんとお客さんだとか、これは同僚同士の会話だとかって形で、簡単なものもですね、改めて誰と誰の会話でどこで会話をしているのかっていうのを考えてトレーニングをするというのが大事になってきます。はい、続いてパート3と4ですね。パート3は少し難しくて、パート4が普通のレベルでした。で、今回先ほど言ったビーキーパー、養蜂家さんは多分パート4に出てきたと思うんですけど、結構ですね、パート3、4も新しいトピックできていますね。で、あと一人ですね、先ほども言ったんですが、録音環境は違う女性がいたので、パート3は本当に聞きにくかったと思います。はい、さらにですね、よく会話をしてる人たちの職業とか会話の場面を聞く質問っていうのがありますよね。そういうのって意外と会話の一番初めの方に出てくるので、結構そういう問題って会話の冒頭を聞き逃すと答えられないっていう風に諦めてしまう方が多いんですが、今回実際に問題を解いてもですね、やっぱり最後まで聞くと多分この人だなとか、多分バンクで働いてる人だなっていうように予測ができましたので、最後まで諦めずに聞くようにしてみてください。さらにですね、今回、図表、ちょっといろんな図表が出てきたんですけど、図表問題って、グラフとか表とかっていうよくあるパターンと、それ以外のなんか初めて見るようなイラストが書いてあったりとか、実際に飛行機の中の座席表みたいなのがあったりしますよね。今回飛行機の中の座席表が問題として出題されていたんですが、普段こう飛行機の席を決めるときに自分だったらどういうところに座りたいかなっていうふうに興味を持って音声を聞けると、より具体的にイメージができます。ただ単にここが A で B でとかって見ているよりは、あ、窓の席だったらここが空いてるんだなとか、通路側の席だったらこっちが空いてるんだって形で、普通に飛行機の中で席取るってなったら窓側か通路側かって結構気になりますよね。そういうのを気にしてあげたりとか、あとは2座席が2個続きで予約できるから、一緒にねフライトする人と隣同士で座れるなみたいなね、こう自分がもし乗るなら何を重視するかっていう視点で見てあげると、より音声が聞きやすくなりますね。トイックの問題あんまり興味ないかもしれないですが、自分だったらどういう風にするかっていうね、興味を持ちながら聞いてあげると最後まで集中力が持ちますよ。続いてリーディングパートです。リーディングパート、まずパート5ですね。パート5は普通のレベルでした。今回ね、そうだったとかっていうね、決まり文句が出てきたり、そうだった以外にもですね、これ最近は防水 &B なども出てきましたね。こういう決まり文句は必ず抑えられるように練習しておけるといいです。このね、そうだった以外全然内容覚えてないんですけど、今回しっかりですね、やっぱり頭から最後まで読まないと解けないような語彙問題があったりとか、接続詞を選ぶ問題もですね、しっかり前と後ろの論理関係を理解しなきゃ解けない問題っていうのが多かった気がします。はい、空欄の前後だけで解ける問題っていうのもあるんですけど、これからね800点900点高得点を狙っていきたいなっていう方は、ちゃんと頭から最後まで読んでしっかり問題が解けるかっていうのにフォーカスしてトレーニングしていく必要が出てきているなと感じています。で、続いてパート6です。パート6はやや優しかったですね。私ここ最近 2,3 回ぐらいずっとこう簡単なパート6に当たっているんですが、今回はですね結構決まる文句が多かったんですね。今回よくあるようなこうどこどこの地域からのアクセスがあったんですけど、これは不正アクセスじゃないですかみたいなAメールがあったりとかして、これって大体ね言ってること予測できるので、
こうパーッと選べたりとか、あとはアプリシエイトビジネスとかっていう形で決まり文句ですね、あ一緒に取引していただいてありがとうございますみたいな文脈だったんですけど、この顧客に対してとかお客さんに対してお礼を言うときにはもうアプリシエイトビジネス決まり文句だから問答無用でこれを選ぶみたいな形のパート6が今回多めだったので、それを知っていれば選べるし、知らなくてもまあちょっとね予測をして選べる問題が多かったかなと思います。はい、さらにですね、文を挿入する問題、今回しっかりですね1段落目はこういう目的、2段落目はこういう目的っていう風に、段落ごとにこの段落は何を話したいのかしっかり理解をできれば選べるような問題があったので、結構ね1段落読んでそのまま次に行くのではなくて、1段落読んだ後に1回あここでまずメールの目的を言ってるなっていう風に1回止まって考えてあげると、で文挿入選びやすくなります。で最後のパート7ですね、パート7はシングルパッセージが普通のレベルで、マルチプルパッセージがやや優しめでした。今回ですね結構アンドがヒントになるなっていうような問題が出題されました。というのもパート7って他のパートより文章量多いですよね、なので同じことを違う言葉を使って言うっていうことがあるんです。特にアンドを使ってですね A と言ってアンドB、A と B はほぼ同じ内容ということがあります。で、A に出てくる単語の意味が分からなかったとしても、ちゃんとね、B を読めば、あ、多分同じことを言ってるな。B でクレームっぽいことを言ってるから、A でも何か壊れたみたいなことを言っているんだなと予測ができるので、しっかりですね、こう、and が出てくるような文は、たとえ分からない単語があっても、しっかり予測をして読み進めるっていうのが大事なポイントになってきます。はい。まあ、パート5とか短い文で分からない語彙が出てきてしまうと、まあ、しょうがないから次っていう風になると思うんですが、パート6とか7とかですね、分からない単語が出てきても、前後から予測をするっていうのをやってみてください。はい。あとはですね、チャット問題、今回あ、結構人数が出てきているものの中で、こう、チャットで話している人と、第三者の人の名前が出てきたりとかして、すごくたくさん固有名詞が出てきた問題があったんですね。そういう場合は、チャットで話してる人たちの関係性とか、第三者の名前を一回こう頭の中で整理してから読み進めると、意外と早く読みます。いきなり、まあ、人の名前たくさんあるなと思って、なんとなく読み始めてしまうと、混乱してしまって、結局誰と誰がどういう関係なんだっけという形で分からなくなってしまうので、急がば回れの方式で、まず何人いて、その何人の人が話しているのかっていうのを確認してからでも読み始められると、しっかり整理をしながらチャット問題は読めます。最後にですね、マルチプルパッセージ、まあ、2つの文章、3つの文章を読んで答える問題、今回結構優しめだったんですね。で、こういうマルチプルパッセージは、固有名詞とか数字とかを確認するとですね、意外とヒントになってくるので、2文章、3文章読むときには、そういうところに着目しながら読めるといいです。で、マルチプルパッセージのうまく読む方法っていうのはこの前動画にしてアップしているので、ぜひそちらもご確認ください。で今回はそのカンファレンスルームを選ぶような問題があって、まあ、200人以上の会場が欲しいっていうのをね、メールで言っていて、パンフレットで200人以上の会場はこことここみたいな形で絞れるみたいな問題があったので、やっぱり数字とか固有名詞大事だなと思いました。はい、以上ですね、パート1からパート7の感想になります。まあ、先ほども言った通り、リスニングが少し難しめで、リーディングがしっかりね、トーイックの練習をしていればですね、結構簡単に感じられた問題だったと思います。で、これ初めて読んだら結構難しいなっていうのもあったんですけど、トーイックによくあるパターンっていうのが結構多めの回だったので、公式問題集とかを繰り返し繰り返し練習していれば、ちょっとね、引っかかる部分があったと思うんですね。なので、ちょっと今回同じフォームでも、リーディングが少し難しかったなと感じた方は、ぜひですね、公式問題集とか一冊問題集を決めて、繰り返し練習してみるっていうことがおすすめです。はい、それですね、今日せっかくトイックを受けていただいた方にですね、ぜひトイックが終わったらやってほしいっていう方があります。まずですね、時間配分とか当日気になったポイントなどを確認しておきましょう。私はいつもこの今日受けた会場に行くと絶対電車を乗り間違えるんですね。で今日も朝電車間違えちゃったんですけど、1時間前に着く予定でこの会場に必ず行くので普通に間に合いました。だから良かったなと思ったりとかっていうね、振り返りをしていただいたりとか、あとは
単語帳とかをね、改めてざっと確認して、自分が今持ってる単語帳の中のこの単語が出たとか、この単語出たけど分かんなかったっていうね、振り返りをしておけると、ね、今後のモチベーションにつながっていきます。さらにですね、次の TOEIC までの目標設定をしておいてください。今年2021年の10月はですね、TOEIC 2回あります。まあ、両方受けるという方も片方受けるという方でもですね、まあ、次の TOEIC 前にどういう勉強をするかっていうのをね、考えておいてください。で、次の10月3日の TOEIC まであんまり時間が空いていないので、すぐねまた3日に受けるという方はそのね短い間で調整するの結構ね今日から考えておくっていうのが大事になってきますね。以上、 TOEIC 第276回の感想についてでした。ビーコンイングリッシュコーチングでは公式 LINE にて TOEIC に役立つ情報をまとめた付点を配布中です。ぜひお友達登録お願いいたします。またビーコンイングリッシュチャンネルでは TOEIC や英検、英会話などの英語学習に役立つ情報を発信しております。今後も英語学習に役立つ情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。また高評価コメントいただけますと励みになりますので、よろしくお願いいたします。さらに TOEIC や英語に関しての質問はコメント欄にて募集中です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。 Thank you for watching and I will see you next time. Bye bye.